ちょっとね、俺検証して、動画止めて、ね、動画時間がなかったんで、ちょっと止めてね、編集してる間に検証したんだけど、やっぱね、これ走ってると、ダメージ、倍増する感じだと思うんだよね。スタミナが減ってると、ダメージが、よく通っている気がします。なので、歩いてる、スタミナが減っていない状態だと、ダメージがね、3発くらい食らっても大丈夫なんだよ、この人。3発危ないかな。ちょっとわかんないけど、2発でしょ?ほら、ここで生き残るんですよ。で、でもここで、アンプルの効果が切れてるのかどうかわかんないけど、死んじゃうんで、これ回復するじゃん。おそらくこういう戦い方ではないと思うんだけど、まず避け方がね、わからないんで、これの場合、ちょっと、2発だな。やっぱアンプル効果があって3発耐えうるけど、次からは2発。食らったらもう、回復していくと、まあ、持久戦という形には持っていけるが、まあ、本来は、ね、きちんと避けるのがいいんだろうけど、目の前の鉄格子、あれね、意味ないんですよ。意味が、危ない。意味がないっていうかね、よくわからないんだよね。別に、ちょっとこっちの方が強いのかな?強いんだったらこっちちょっと使ってみるか。で、リロード、あ、リロードしてるな。ちょっと4発来るのはちょっと俺想定していなかった。そうすると、場所によってこれ何?攻撃の当たる回数とかも違うのかな。だとするとやっぱ近づいてショットガンぶち込んどいて、うん、接近戦の方がいいのかな。もっと、はい、このライフルが歩けないんだよね。前にも後ろにもどうやら歩けないので、近づくためにショットガンを装備して、で6発使ったら、まあここでねリロードもできるんだけど、じゃリロードだけしといてこっちに変えて1と2発おかしいな、なんだこのゲームは。もしかしてこれなんかカウンターとかあんのかな。カウンターね、なんか打つ直前にダメージとか食らうとまだ倍増とかあんのかな。なんかありそうだな。まだ検証の余地があるな。もしくはダメージがね、一定じゃないなんてのはね、ありえないと思うんだけど。あとは打ちすぎると、仮に打ちやっぱ体力がきついとかあるのかな。なんかあるかな、そういうの。死んでないんだよね。死んでないけど、うん。なんだろうな。あ、これまだか。あ、危ねえな。やっとこう。一撃?なんだろうな。でもこうだよね。これが一番早いと思うんだけど。まあそれにしてもやっぱりショットガンだったな。あ、そういえば俺、これさ、アレッサでもあるしシェリルでもあったんだよね。やっちまったぞ。
そうだカウフマン、お前は早く逃げよう。返させてくれなかったっていうだけのことなのかな、リサの怒りは。相当早い段階で終わってしまったな。別に実際あの他の人の実況とかも見ると早くはないんだよね。だってパート数的にはさ20とかそれくらいでね落ち着くぐらいのことが多いんだけど、俺の場合なんか やらせていただくゲームがすげえ長いのか、それとも俺はねやっぱ鈍行なのか分かんないんだけど、ありがとうございます。これはこの何なんだっけ、これテロップじゃなくてエンドロールか、これの後にまだお話があんのかな、あるといいな。あの赤ちゃんはまた別の子なのか、それとねアレッサの半身としてまたシェリルが生まれてくれたのか、難しいな。俺は難しいの苦手だから、ゲームの中でもねざっくりとしか解説というかね内容を教えてくれなかったっていうのもあると思うんだけど、もうちょっとシビルがね操作できたりするとよかったのかもしれないかな。警察側のもう少し内容とか操作とかを見せてくれるとそうだね、そこまで親切設計にしてくれないとちょっと頭の悪いねおっさんだときついかもしれない。ただゲームとしては面白かったね。すぐ殺しに来るからさ、このゲームなんだかハードモードはすぐ殺しに来るからね。謎解きもシンプルだけどね、俺にはちょうどよく難しかったしね。ありがとうございます。いつもねいつも本当にねこうやって助けていただかないとね、多分俺コントローラーを投げてディスクをねソニックブームすると思うんだよ。絶対しない、絶対しないけどさ、面白かった。うん、どうかな。あとは一つ思うのは別のエンディングが見れるか、1個ぐらい見ようかなとは思うんだけど、そうだね、あのカマキリのところを抜けた下水道を抜けた先だから、ちょうどあのリゾート地に入ったところだから、パートがどれくらいなんだろ う、 もう一生懸命走り回ればパート 2,3 くらいでそこのエンディングまで行けるかな。何を見るかってよく分かんないけど、一番早い組めるエンディングにしようか。PS1 のゲームなんだよね。ベネットって名前だっけ、恐ろしい名前だ。
あれさ、もうその7年さ、少女の時から7年成長はしていたのかな。悪夢をずっと見させられた時は肩痛そうだな。そう、 PS1 にしてずいぶん綺麗に作ってあるなと思ってね、なんかこのここパーン。驚く描写じゃなくなってる。ん？あ、ゲームリザードありがとうございます。モードハード、んーと、ゲームクリア1回、エンディングはグッドプラスらしいですね。ありがとうございます。グッドとマイナスとエンドプラスとエンドマイナスがあるので、俺がじゃあ今からやろうとしているものは、シビルをぶっ飛ばすと、あと何かな、エンディングじゃなくてなんかイベントを起こさない、赤い水のイベントを起こさないといいのかな。そうすると一番ひどいエンディングが見られるのかな、バッとマイナスが見られるのかな。ちょっとね、赤い水エンドがめんどくさいんだけど、赤い水エンドの真相をちゃんとやらないとダメそうな気もするんだよね。時間がまだ13分でしょ。まあ、ちょっと進めようか。セーブが59回やりすぎ、コンティニュー39回、トータルタイムは8時間39分、はい、ウォーキングディスタンス、どんだけ歩いたのかな、7キロ、ランニングディスタンスが23キロ、計30キロ。すごいね。アイテムは204分の171、見つけられてないのが30個くらいあるのかと、あとディ読めねディファ読めねチカチカしてなんだ、ディフィーテッドエネミーバイファイティング98、ディフィーテッドエネミーバイシューティング、あ、近接戦闘と遠距離、銃器か鈍器かでやっつけた敵の数か。ディフィーテッドってのはやっつけたってことかな。シューティングスタイルシュートレンジショッツ 0.35、 ミドルレンジシュート 0.34、 ロングレンジが 0.12 のノーエイミングシュートが 0.19、 ロックしてないのが 1.9%、 0.19% も 19% か。あれはなんでここパーセントじゃなくて、これ0.3 割ってことだよね。 3割5分ってことだよね、多分。3678の9、あれ、なんか割合がちょっとおかしいな気がするけど、まあいいや。 Your rank 星4つです。ん、星4つ、星2、4、6、なんか8つに見えるんだけど、まあいいや。で、後ろに見えてるのは何か気になるものがありますね。ガソリンとチェーンソーと、右のはなんだあれ、あ、破砕機だっけ、例の。あ、だな、勇者王ガオガイガーとか使ってそうな感じだな。あともう一つが、なんかアミュレットみたいな感じのものが一つありますね。なんだろう。セーブしますか。イエス。で、そう、ここ、下水道からやっていこうかな。8時間か。セーブが59回。まあ、セーブの回数はいいとして、これが8時間やってる。これが6時間だから、2時間くらい頑張れば新たなる恐怖へ。はあ、あ、こっちじゃないとごっついチェーンソーとか使えないってことか。なるほどね。これ通常の、今もう一回、今再びのオープニング見ようか。あ、これエンディングだったんだ。オープニングからエンディングを流していくといきなり演出ですね。確かね、なんかオープニングもね、変わっ、オープニングじゃないか、オープニング画面が変わってんのかな、それともオープニングはもうこれで変わってるのかというか。さっきの小粋なエンディングムービーは多分こういう作品を作っていましたよっていう雰囲気を醸し出してたのかな。いやー、リサ美人すぎるよな。ちょっと、あの笑顔がすごい恐ろしいんだけど。
このさ事故現場に関してはじゃあちゃんとオープニングを見ないと分かっていなかったんだよね。この描写もさどっかにあったっけ、あれっつったらさこう火傷だらけのあれっつったら起き上がるっていうのが。そう、あとこのオープニングもね、ここもなんかこんなところあったっけと思うんだよね。ここの塾の描写とか何にも描かれなかったしじゃないですか、最初。最初もそうだしさ、後もそうだしさ。このリゾート地に来ようと、おー、あのぶつかってきたのはアレッサだったのか。これコンティニューするとどこに行くの、またあのバフォメットみたいなやつ戦うの。俺完全にあれや悪魔像の、あ、ここから始まっちゃうのか。特に最初が変わるとかそういうことはないのかな。まあ、改めてやり直すと話の内容はね、また少し、あ、こういうことだったのかって見えてきたりするかもしれないけど。Was I dreaming? どこからが夢なのかが分かんないんでね。How do you feel? Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess. Glad to hear it. You from around here?Why don't you tell me what happened? Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. あ、これオープニングの戦いをはしょってるって、そういえば最一番最初のコメントでもらった気がするな。I'd like to find out myself.Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter. 7歳? 7年? Sorry. Ah. The only person I've seen in this town is you. Where is everybody? I'd tell you if I knew, believe me. Ah, やっぱりな、コメントいただいてる方の中でね、一人ね。From what I can tell,Something bizarre is going on. 戦士がいるんだよやはり戦いに赴いていたようだな。コメントはありがとうございます。 What's your name? Harry. Harry Mason. 多分もう一人か二人がいるんだろうな、戦士は。 Sybil Bennett. こういうベネット今度は一緒に。 I'm a police officer from Brams, the next town over. あ、隣の警官さんなんだ。Phones are all dead, and the radio too. I'm going back to call in some reinforcements. Hold it. Where do you think you're going? My daughter. I've got to find her. No way. It's dangerous out there.In that case, I need to find her now. Cheryl's my little girl. I can't just leave her out there by herself. Have you got a gun? となるとやっぱりここに来たのも、ね、ハリーの意思というよりも、ね、シェリルが一緒だからね、呼び寄せた感じなんだろうな。で、おまけにこの拳銃をね、シビルから回ってたんだよね。Now listen to me.巻き込まれ系主人公からね、銃を預かれてるの。じゃあ、このああ、このセリフってさ、
シビル戦にかかってきてたのかな。すっかり忘れてるよ。 You do best to stay nearby. I'll be back with help as quick as I can. なるほどね。撃つ相手を見極めろと。なんかそうなんか言われちゃうとさ、ちょっとやっぱぶち込まないとまずいよね。あ、そういえばなんか戦闘を終えるためには、まあ、シビルをぶっ飛ばすか、もしくは、まあ、シビルが持っている弾を全部吐かせるというのも一つあったんだよね。でね、俺気づかなかったんだけどさ、どうやったらできるかな。ナイフを取ればいいかな。ちょっとね、ここで俺はね、プレイ中気づかなかったんだけどね、演出があるんだよね。ここで窓の外を見てもらうと、どっか行っちゃったかな。死人がね、死人が通る、横切るんだよね。あ、これかな。地図を取ればいいのかな。ね、今若干俺が動いたせいか変になっちゃったけど、ピンボールやったことありますか。あの昔ね、古臭い旅館とかによく置いてあるんだけど、結構面白いんだよね、ピンボールってさ。ドツボにはまるとずっとできるんだよね。シンプルだけど結構振動とか伝わってさ面白いんで、50円玉入れてみてください。多分今の時代だったらそれぐらいでできるかもしれない。ということで、一応シビルはもうぶっ飛ばす、決定的なもので行こうと思います。シビルはぶっ飛ばす。赤い水のイベントは起こすかどうかはちょっと迷いところっていう形で、どうしようかな。まあ、一旦終わりにしましょうか。次回作についてはどうしようかな。今日は頭痛いから話すのやめようかな。何も考えてないしね。これか、これ PS1 のゲームか。そうだな、あの今話すか。隠しエンディングとか、いや、やっぱ次回話そうかな。一応これか、 PS1 のゲームで、まあ、PS2 のね、アークザラットももうすぐ終わるだろうから、やっぱり次回1パート2パートで話すか。考えがまとまらない。で、ご視聴ありがとうございました。またおまけのパートとしてね、ま、今回はね、あのオーバーブラッドとは違ってパパッとエンディングを見るっていう形だけで終わると思うんで、早く見られるといいな。じゃあよろしくお願いいたします。